岡三証券の小泉です国際輸入株を厳選した岡三ワールドベストストックをご案内します真に稼ぐ力を有する企業の中から今回ご紹介するのはこちらですティッカーコード NVDA の NVIDIA です NVIDIA は画像処理用半導体である GPU をゲーム向けに発明したこの道のパイオニアです 現在製品は主にコンピューターゲームとデータセンター向けで使われております。ゲーム向けでは画像を高速に処理するグラフィックスカードを開発しておりまして、実写さながらの高精細で滑らかな画像表示を可能にしております。ゲームセンター向けでは高い処理能力と省電力を実現する高性能な GPU を提供しております。今後は AI、 つまり人工知能が GPU の権威役になるというふうに見ております。並列処理を得意とする GPU は膨大なデータから特定のパターンを見つけ出す深層学習と親和性が高く世界最上位のスーパーコンピューターの大半が NVIDIA の汎用性 GPU を採用しております。汎用 GPU は製品デザインや創薬また金融サービスにおきましては 詐欺の検出など高度な演算処理が求められる多くの分野で活躍しておりその用途は無限に広がっておりますまた AI に加えましてネット上の仮想空間であるメタバースも NVIDIA にとって大きな収益機会をもたらすと見ておりますメタバース分野では NVIDIA は仮想世界に起きるシミュレーションやコラボレーションを可能にするソフトウェアプラットフォームオムニバースを提供しています 現在のオムニバースの用途は大きく分けて2つありまして、その1つがデジタルツインとなります。デジタルツインとは現実世界から収集したデータを双子のようにコンピュータ上で再現する技術でして、現実世界に極めて近い仮想世界で自律走行者やロボットなどのトレーニングを行って、スキルを学習させた後に現実世界で応用するということが可能になります。 もう一つのオムニバースの機能としましては、メタバース版のコンシェルジュと呼ばれるアバターがございます。3次元の仮想キャラクターがレストランの予約といった仕様を代行してくれたりとか、また飲食店や空港などでロボットとして働くといったようなユースケースが今後考えられます。オムニバースが n ヌビリアにもたらす収益機会は、 ハードウェアとソフトウェアの両方にまたがっておりまして GPU 需要の拡大のみならずプラットフォームの使用量となるライセンス収入が新たな収益源として今後立ち上がってくると期待できるというふうに見ております。以上で岡かさんワールドベストストックのご案内を終わります。ありがとうございました。